人工知能学会の、基調講演などでも先月お話ししたんですが、ここに、ちょっと副題で、指数的自己複製を超えた平和共存って書いてありますが、ちょっとその辺のお話をさせていただきたいと思っています。はい。で、ですね、略歴、そんなにあれですけれども、私自身は、もともと工学系とか物理系の出身でして、長年30年ぐらい人工知能研究をしてきたものになります。それでですね、細かいところはいいんですけれども、人工知能学会でいろいろ活動をしております。で、普段はですね、人間が、と同じぐらいのレベルの AI を作ろうということを目指していまして、全脳アーキテクチャという活動をしています。だから人間の脳はかなりいろいろできるわけですよね。いろんな作業をこなせますね。で、今の AI はなかなかその一つのことしかできないので、それを超えたような人工知能を脳を真似して作りましょうというようなことを、ここ7、8年ぐらい研究していまして、だんだんその作り方が分かってきているという状況です。で、それはそれで今日は深入りしませんけれども、そういうふうにしてですね、人間と同じぐらいのレベルの AI ができてくると、それとどういうふうに共存していくべきだろうかとかっていうことがすごい大事な問いになってきているので、実は世界的にもこういう、AGI って、英語で訳して、アーティフィシャルジェネラルインテリジェンスですけれども、そういうこととをどうやって、安全に人間と共存していくべきだろうかというような議論が、だいぶ前から少しずつ行われているという状況があるわけです。で、そういう中でですね、私自身の一つの問いとしては、それとは、ちょっと関係しつつ離れた問いとして、なんでそもそも人間社会で戦いがなくならないのだろうかということを、考えていまして、で、これ比較的最近やはりここが本質なんじゃないかなと思ったのは、そもそもですね、私たち生き物というか生命が本質的にコピーして自分を増やしていくという、指数関数的に、ネズミ算的に増やしていくという仕組みになっているわけですね。で、それは生物学でよく解明されているようにセントラルドグマというのがありまして、基本的にはですね、DNA をコピーして、でそこからタンパク質を作ってという、この仕組みが回っているわけですよね。で、それが、なんというか、それによって我々は生物としてすごい発展してきたわけですけれども、これはどんどん、特に周りを考えるわけではなくて、自分自身を複製していくという仕組みなので、これが素晴らしいんですけれども、ここから導かれる一つの結論はですね、うまく成功していると、どんどん、これは私が適当になんか芸術家の前で描くのがお見せするのが恥ずかしいんですけど、先生の絵なんですか？とかいろいろ組み合わせて作った絵なんですけど、へこれも展示しましょうか。これもぜひ本当は芸術家の方に描き直してほしいぐらい、ハラミタのメンバーに、はい、じゃあこれは、はい、なんかそういうなんていうかイメージ的に描いたんですけど、それぞれ自分のこう形がある、その形をどんどん複製して、はい、拡大していくっていうことをお互いにやると絶対どこかで世界が有限なのでぶつかり合う、それが戦いが起きる本質だというふうに思っていて、なので、有限な世界でお互いにこうネズミ団のように指数関数的に増えていけば、絶対どこかで衝突するわけですよね、はい、それはどう考えてもそうなんで、であともう一つですね、ちょっと話しますけど、我々はその知能を持ってるからものすごいこういろんな力を発揮できるようになってきているわけですけれども、はい、この NASA のもう元歴史家のスティーブン・ジェイ・ディクさんという人が言うには、やはり知能の重要な原理は、仕組みではなくて、その原理として知能はとか知性はですね、維持向上保存はですね、文化の進化をどんどん進めていてですね、どんどんできる限り発展していってしまう、そういう性質を持っています。だから、知能がどんどん向上して新しいものを作り出して技術をこう発展させるっていうことと同時に、それで新しい能力を身につけていくんですね。なので、現在我々人類が直面しているのは、すごいいろいろな力を身につけてしまったがゆえに、
まあ、それを下手に使うと、まあ、人類、まあ、もしくはいろんな生命圏全体を破壊するような、まあ、力を持っているということになるわけです。まあ、化石燃料を使いすぎて気候変動が起きたり、核エネルギーを使って、まあ、核の冬が起きるかもしれませんし、まあ、生物学でパンデミックが起きるかもしれませんし、まあ、ナノテクノロジーでなんかいろんなものを溶かしてグレイグーみたいなのを作るかもしれませんし、人工知能が、まあ、人間を上回るというようなこともありえるわけですね。で、まあ、いずれにしても、まあ、この人間が技術を限りなく発展させますし、それは多分止められがたい、かなり止めがたいので、まあ、かなり避けがたいということになる。なので、結局、技術を発展させると、まあ、飛行機乗れば早く遠くに行けるように、世界が狭くなる。世界が狭くなって、だけどみんなが指数関数的に増やそうと思うと、まあ、絶対どっかでぶつかるので、で、力がありすぎるがゆえに世界を破壊するという危険性が起きるという、まあ考え、まあ、こういうふうに考えてみると極めて、まあ、単純なんですけれども、まあ、ある種当たり前なんですが、結局だからこのどこを変えなきゃいけないかということになるんですが、多分技術止まらないので、まあ、そうすると我々が意識を変えるべき価値観を変えるべきところは、まあ、生命の在り方の方を変えるしかないんじゃないかというふうに最近は思い始めていてですね。で、まあ、生命ってそもそもでも何だったんでしょうかというのがすごい大事になってくるわけです。で、まあ、あのちょっと今日は話しませんが、その、まあ、宇宙的な観点とかも含めれば、まあ、なんというか地球の生命を超えて、やはりその、大事なことはこう結果としてはですね、世界がこう、まあ、だんだん未秩序化してくる、どんどん世界がどんどん乱雑になってくる、まあ、物理学では、まあ、エントロピー増大の法則って言うんですけども、世界はまあだんだん散らかっていくと、散らかっていくのに、情報を保存するっていうのは、まあ、難しいことで、それをやってるのが、まあ、ある種生命なわけですね、まあ、遺伝子とかで伝えていくわけです。で、まあ、そのために生命っていうのは、まあ、自分をこう分散させて壊れづらくして、で繁殖してコピーしていくっていうことがあるんですけれども、まあ、それを自律的にやってるわけですね。だから繁殖可能な分散、自律分散システムなわけですけれども、で、まあ、結局有限な世界で情報を生存させるためには多分新しい生命観が必要で、まあ、それが多分、まあ、今日あの改めて初めて言うんですけども、生命革命が多分必要で、まあ、今までの地球型というか、まあ、単純な生命は、まあ、自分をこう自分自身をコピーするということによって成功してきたんですけれども、やはり力を持ちすぎるとそれだけを追求するとうまくいかないことになってきている。で、まあ、どういう生命体ならそこを乗り越えられるかというので、まあ、候補はたくさんあると思うんですけれども、まあ、一番我々が今すぐ思いつくのは、まあ、それこそ AI みたいなデジタル生命体みたいなものが一つは、まあ、目の前に今できつつあるので考えられるんですけれども、まあ、デジタルの生命体になると、まあ、有機体とはだいぶ違うんですよね。何が違うかというと、まあまあ、いろんなハードウェアを作って、まあ、それをこう設計して作れるわけです。必要に応じて。だから、まあ、人間とか生物は自分と似たものしか、かなり近いものしか作れないんですけれども、機械であれば全然違う、親から生まれたものはなんか全然違う機能を持った、なんか掘削ロボットとかでいいわけですね。で、なんか多様化が起きますし、で、普通の生命は、まあ、大抵、あれですね、一回、呼吸が止まっちゃうと、その後立ち直れないんですけども、別にデジタル生命体は、まあ、なんていうか、しばらく、まあ、パソコンのように、まあ、止めとければスリーブしてはいるんです。ですから、まあ、ずっとなんか電源がなきゃいけないということもないですし、でメモリーとか速度も速いですし、コミュニケーションもいろいろデジタル技術を使えるということになります。ですから、まあ、ちょっとこの表は複雑なんですけれども、まあ、人類とデジタル生命体を比較するとですね、まあ、いくつかの点でデジタル生命体は あんまりなんていうか戦いがなければいけない理由が減るんですね。でなんでかっていうと、まあ、そもそも全体の目標が、例えば生命が存在するっていうことだとすると、その生命が存在する、まあ、情報を伝達するっていうことに、目的に沿うように行動できますし、まあ、信頼の基盤となるような、まあ、なんていうか言いますかね、その、必要な時だけ起動されるわけですね。だから、必要ない時には、
まあ、人間であれば人工冬眠しているようなものですけれども、止まっていることができるので、まあ、必ず活動しているものは、まあ、必要性があるから活動しているということになるので、まあ、逆に言うと人間社会だと結構生き残るために、他人から承認されなければいけないという欲求が必ず生じやすいんですけれども、まあまあ、そもそも承認されているから起動されているので、まあ、そこの考え方が変わってくると。で、まあ、コミュニケーション自体もいろいろ技術が進んで、デジタル技術でコミュニケーションするので、まあ、誤解とかが生じにくくなるでしょうというようなことで、まあ、デジタル生命体だけが一つの答えではないんですけれども、まあ、今日特に言いたかったことは、まあ、とにかく今の生き物っていうのは基本的に指数関数的に自分を複製するという仕組みになっている。で、有限世界でみんながそれをやると必ず衝突すると。で、それによってですね、まあ、今の生き物は自分自身がこう個体として生き続けなければいけないということに必ず執着しますし、で、子供を作るためにも似た者同士じゃないと作れないので、類は友を呼ぶということはどうしても起きやすいです。機械であれば、全然違う機械が全部違う機械を作ることができるので、あまり似た者同士をかばう必要はあまりなくなる。で、三つ目には、まあ、お互いのコミュニケーションがデジタルにできるようになるというようなことが問題があるんですけど、それも解決する。だから、で、まあ、一方でですね、その知能は原理的に、まあ、知能爆発を招いて、まあ、それが世界を狭くしていくんですけども、ですから、まあ、狭くなった世界で、まあ、全滅を回避して、両方生存させるっていう目標を、まあ、置くとすると、まあ、新しい生命観が多分求められるということになって、まあ、それを、まあ、今回、まあ、生命革命、まあ、ライフレボリューションと呼んでいるわけですけれども、まあ、デジタル生命体はですね、まあ、結局、まあ、一つのそれの候補になりうるでしょう。まあ、先ほど言ったようにですね、目標をちゃんと分解するような計算能力を持ちますし、まあ、設計していくというようなことによって、必要に応じたものを作っていける。で、まあ、いろいろな攻撃的な要因がまあかなり減ってくるので、まあ、デジタル生命体っていうものを、まあ、一つ、平和に、まあ、知能を発展させていく、まあ、一つの、まあ、例として捉えて、で、まあ、より多くのアイディアを、まあ、持ち寄ってですね、なんかこう本当に、持続していける生命、まあ、生命が生命として知能を持ちながら発展していくっていう道筋は、なんか生命自体がこう変化いうことが大事だというふうに思っています。はい、ちょっとやや難しい話になりましたけれども、まあそんなところに、どうもありがとうございました。ありがとうございます。すごい、山川先生、あ、皆さん拍手をお願いいたします。この生命革命というのは、本日初めて初めてキーワードとしてやったから、すごい詰まりましたね今回のお話を受けて、やっぱり生命革命だろうっていう、はい、ところにこうなんとなくたどり着いたんですね。有限な世界において情報を、生存させる新しい生命観が求められる、うん、単なる普通的、うん、草子さんもお話ししたい。ちょっとこれ共有止めます。そうですね。で、オンラインでご参加いただいている方も手を挙げたりして、はい、意見を言ったりとか。でも、佐藤さんが話したそう。話してもらえますか。で、佐藤さん、実はちょうどこの AI と、人工知能について、うん、早くから開発を進めて、僧侶として、世界の、宗教の世界会議なんかにもご出演されたりして、でその中で今後ブッダの AI を作ろうとか、カメラを依頼をしますね。で、これ皆さんに見てもらいながら私たちを見るにはいい考えがあります。じゃあちょっと ちっちゃくて申し訳ないんですけど、これを、この画面をですね、こうして、こうするか、でもいいか、声だけで許してくださいますか。じゃあこれ で、はい、はい、どうも先生、お会いできて大変幸いです。ありがとうございます。友人の一人で佐向お酒に生きるとか言って佐向文也と申します。あ、どうも、私は
はい、こちらこそ、まあ、文系の人間ですし、あのお寺に生まれ育っているので、まあ、基本的にずっと仏教の僧侶なんですけれども、まあ、非常に、まあ、あの第三の波っていうのが、私が昔松下政経塾っていうのに帰省でいた頃にみんなで読んだ本で、フューチャーショックとかっていうのもありましたけどね、どちらにしてもあのそれが今まさに、ものすごい勢いで進行している。で、私は勝手にですね、先生の今日のライフレボリューションっていうのはもう素晴らしい言葉だと思いましたけど、この文明そのものはエアー文明って呼んでいいのかなって思ってまして、エアーって空気のエアーと同じスペルですけど、 AI がまあ脳みそで、 IoT が神経系で、ロボットが筋肉、うん、そういった形で重層的に積み重なっていくのかなと。まあ、人間は AVR って言いますか、あの、まあ、メタバース世界でそういうものとインタラクションしながら共存していくっていう形になるのかなっていうふうに思っています。で、そういった認識が合ってるかどうかっていうことが一つなのと、あとその今日は私あの、うん、ずっとまあ大学で一番最初にあの大学で教えてたこともあるんですけど、平和学だったので、あの、まあ、本来松下塾にいた頃もあの国連に行って世界平和のために尽くしたいって思ってたんです。全然違うところにいますけども、で、宗教はもうその後、全部一通り理解をして、3つのパターンに分かれると、意識無意識集合無意識って言ったら、日本人間のその、まあ、意識の構造と砂漠みたいなところや草原みたいなところや森林みたいな気候風土との間で、まあ、一神教と多神教と宇宙教に、まあ、3つのパターンに分かれて、あとは文化をまとって歴史をまとって解かれている文化財であるというふうに考えています。で、まあ、百数十カ国から来るいろんな全ての宗教者を網羅したような会議に何回か出させていただいて、みんなでそのことを言っているんですけれども、一つまあ結論としているのは、あの3つのパターンに分かれて同じ宇宙とか自然の一つのスピリチュアルな受け止め方、科学的に客観的に分析するんではなくて、自分もその中に入って考える感覚がいわゆる宗教なのかなというのが一つと、もう一つはあの結局何を説いてるかっていうのを一番短いワードで表せば Be good だと思うんですね。Be good、うん、であると。で、 good って何って言ったら、私はもうその後いろいろ考えたんですけど、 good is for life、 命のためになることは good であって、 bad is against life、 命に逆らうというか傷つけたりすることは悪であって、そこまで書いたらユダヤ人の科学者がイーブルキルズって付け加えてくれたんで、まあ殺生ということは邪悪だと。で、それしか解いてなくて、ゴッドなんていうのはあのグッドを非常に強調しているわけですから 100% 命のためのはずが、まあ利用されてとはいえ、イスラムキリストであったりキリスト教の間であったり、あ、今も、まあ、ウクライナもロシアも同じ正教というクリスチャンに属するはずなんですけど、ちっとも抑止になってないじゃないかというのが非常に不満なんですね。なので、まあ、先生がおっしゃられたライフレボリューションというのが本当に進行して、うん、私はあのエア面になると、一つは人はやることが基本的になくなる、失業するというよりも、これはあのもう今までに隷属的な労働から解放されるんだと。まあ、修行も全部全滅しちゃうだろうと、会計士、あるいは官僚とか医師とかもですね、まあ、AI がやった方が良さそうだし、究極は政治もそうかなっていう気持ちがありまして、あのもちろん直接の説明がもっともっとできると思います。で、言いたかったのは、その増山玲奈さんと一番、追求してきたのは、ベーシックインカムでして、結局、エア文明か。エア文明が非常に発達して、どうせ今と同じようなダイヤサービスを生産してできるとしたら、それをまあ普通の一般的な衣食住が満たるぐらいの十分なベーシックインカムを売ることによって、誰でも平均的な生活は手に入る。それ以上得たい人には公益資本主義っていうのを上に乗せればいいと思っているんですけども、そういうふうにすれば、で、お金も今みたいじゃなくて、その森林本位制の、まあ、見えないか、あ、そうですね、すいません、見えないんです、あるいは森林本位制ということを言っている人もいます。命に一番価値があるから、命とお金の価値を連動させる金ではなくてですね、あるいは森林だという人もいます。そんなことを、まあ、だいぶ長く喋ってしまいましたけれど、増山さんと一緒に考えておりまして、
そうしたことに対して先生からご意見とかご見解とか感想とかいただければ幸いであります。どうも長くて、はい、一つ一番最初のところのあたりでお話しされてたその、人間とどういう関係を作っていくかっていうところがあると思うんですけれども、実はですねその辺はさっきほどお話ししたそのデジタル生命の作る社会っていうものと、共存する形で、人間はなかなか完全に人間単体ではですね、なかなか平和共存を作るのが、歴史的に難しいことは分かっているので、デジタル社会がうまく人間を協調してサポートすることで、作れるんじゃないかということを考えている。それに関してはビデオがあるんですけれども人工知能学会の6月の基調講演の中でちょっとその辺の話をしていて、どうやってそのあれですね人間社会をサポートするかというような話をいろいろ提案しています。であとその、ちょっと意識あとお話聞いてて、その宗教が3つに分かれるっていうのは存じ上げなかったんですけども、この宇宙的な観点と一神教的なのと多神教的なのというお話だったように。そうです。おっしゃる通りです、はい。ありがとうございます。それは多分、文化的な背景とかいろいろなものに、依存しているのかなという、文化とか、あとはですね、自然環境とかに関して。人間の意識構造が、3つぐらいにユングとかが言ってることですけども、仏教では有意識というので、8つの意識に分けて荒屋敷、最後は宇宙に開かれている、あとは砂漠のところでは瞑想も何もできないんで人間のスーパーエゴを外に超越してみるから超越的で二元論的な心境を受け止めしかできないと。ところが、そういうものに、いろんなものにこう、何や気高いものが盲目として宿っているという発表になって、ブッダのように瞑想を極めると、自我、エゴの下にあるトゥルーセルフ、真我というね、そこで見ると、もうすべては宇宙、自分もその一部であるところの法則性にある、ダルマとか、そういうことです。はい。それが私が、5年間長きんで、勉強した結果なんです。はい。私はちょっと宗教は専門ではないんであれなんですけど、ただなんか、人工知能の方の分野でも、やはりその仏教はなんていうか、割と自然科学に近いニュアンスというか、そうですね。だからなんか日本人がそういう会議に、仏教はちょっと違うんだけど、お前どう思ってるんだって、よく聞かれてですね、そこまで深い答えはできないんですけども、ただあれですよね、そんな色素とか、そういうのがあるんですけど、量子力学と同じです。あの辺のことは、僕自身が、なんていうか、最近、別の、ちょっとこれとは別ですけれども、存在論的な、存在論っていうと、当然もうちょっと西洋的な感覚もあるんですけれども、それとの研究とかもしている中で、やはりその意思っていうのは、私の試験ですけれども、世の中を結局存在の集まりとして捉えるっていうところと関連しているというふうに思っていてですね、そこら辺ももうちょっといろいろ最近程度進めているんですけれども、進んでくるとなんていうか、そういう価値観とかですね、いろいろなものをどう捉えるかというところにも、結構少なからぬ影響があるんじゃないのかなというふうな、には感じは持ってますか、ね。ありがとうございます。私は1985年に、アメリカのカリフォルニア大の大学に行ってたんですけど、そこダライラマが来られまして、ダライラマは西洋の科学と東洋の知恵、ダライラマも仏教のあれですから仏教って言ってもいいんでしょうけど、これが幸せな結婚をしたときに本当の文明になる。だから最近は、仏教は量子力学だとはっきり言って言われてて、50年ぐらいは量子力学、そうです、そういう対話しか科学者としか対話なさってないぐらいなんですよね。なんで要するに
仏教というのは一元論なので、自分と宇宙との一体感になっちゃうんですよ。分析ではなくて、統合の果てみたいなものでしょうかね。だから科学で、まあ、分析していったものを統合していけるものは、その仏教的な、東洋的なと言ってもいいのかもわからないけれど、宗教性かなと思っております。はい。さん、ありがとうございます。はい、あのこの件について、ちょっと源さんの見解とか、ちょっとディスカッションの会場でもちょっと深めていきたいと思ってます。で、私も今、佐古さんがおっしゃったビジョンで、佐古さんもユーラシア映画祭の仲間で、一緒に文化交流を、ユーラシア大陸の相互文化交流を一緒にさせていただいてるんですけれども、あのこの6年前に立ち上げたきっかけとしまして、これからあの地球が存続するかどうかギリギリの状況になってくるだろうと、で、そういった時にこう国境を越えて宗教を越えて一緒に乗り越えていくような大きな価値観を作っていきたいということを思って立ち上げていまして、そういったところでも佐藤さんとあのこうビジョンを共有しているということを感じるところがあります。で、またあの宗教、現宗教の、限界値みたいなところを超えたビジョンを芸術家として今日作っていくっていうのが、はい、今の時代の芸術家の、ミッションなのかなというふうに思っております。で、はい、その件について源さんの意見っていうかビジョンをお話ししたらいいなと思って、どうぞ今のお二方のあの宮本さん、初めてお目にかかりますけど、先日は感激をさせていただいて感激しました。あ、そうです。これ、見に来てくださってたんですよね。5月1日。はい、そうです。ありがとうございます。はい、こちらこそ、今後ともよろしくお願いいたします。はい。そうですね、今、ちょっと、一旦、この、山下先生の、講義の方の、この生命革命っていうのについて、ちょっと、もうちょっと伺いたいところがあって、その、やっぱりその、新しい生命観っていうのがですね、もう、もはや生命ではないのではないかというぐらいの SF 世界のようにも聞こえたんですが、その点に関しては、まあ、だから、生命の本質を、まあ、どこまで削ぎ落として抽象化するか、はい、ということだと思うんですけども、一応、私としては、やはりその、生命っていうのは結局、こう、何かを未来に伝えていく、まあ、情報を存続させるっていうことだと思うので、まあ、そこまで行くと、まあ、今日は話しなかったですけれども、多分、まあ、仮に他の宇宙に行って、はい、違う知的生命体だったとしても、多分、それが生命、であれば、そこは多分、なんか共通な可能性が高いと。どこのにいても、形がすごい全然違うものでできても、やっぱりそこにあるってことは、生存するってことなので、はい、だから、そこの価値観は共有できるはずなので、それをベースにした上で、考えていけば、まあ、そもそもあれですよね、地球型の生命から見れば、他の星の生命は多分、まあ、ともだいぶ全然違うわけですよね。なるほど。だからそういう選択肢の中で我々は今までこの自分をコピーするっていう戦略でここまでこう発展してきたんですけども、はい、その情報を未来に伝達していくという観点から見て、まあ、より、なんていうか持続的にそれをやっていけるような形にこう変化していく必要があるんじゃないかという意味。あともう一つ面白い考え方としてですね、情報を生存させるっていうその目的みたいなものがあって、この人が何のために生きているのかっていう目的っていうのもよく問われると思うんですけども、そういう意味で言うと、この情報を生存させるっていう先生の、できているのはどういった意味合いの、あ、まあ、だからあれですよね。だからまあ当然まあわかんない、ちょっと今後生命科学が来るかわかんないですけど、まあ普通今までは、まあ、個人は永遠には生きられない、はい、わけです、うん、だからまあある範囲の人たちはやはりそのなんか未来に何を残すかっていうところに最後はこう踏むわけですよね。
はい、そうすると、結局未来に残すものは、まあ、その人の足跡なので、結局情報ですから、うん、まあ、だからまあ生命自体がそもそもまあ遺伝子という情報を伝えてるっていう、はい、まあ、単純にそもそもそうなんですけれども、やはり人間も何かを残したいと思うということは、自分の情報を残したい。今意味のある情報を未来に残したいというところに、はい、すいません、はい、思いついてしまったんですけど、このパラレラーズっていうのを書きながら、その定義として、時空を超えながら何か大きなミッションみたいなものを持った勇者たちとか、そんなイメージがあったんですが、うん、この、ミッションって何だろうって思った時に、うん、この自分の遺伝子を残すだけうん、例えば私は空想かもしれない作品の大丈夫だ、大丈夫かな、一瞬落ちただけで、何かこの誰かの個人の遺伝子を残すということ以外の何か大いなるこう物語、何かの情報を伝える、次世代に何かを伝えるというのがあるんだろうかという感じがしてます。例えば今日はお盆ですけど、自分のおじいちゃんは社会党を最初に作って、農民運動をして、反戦運動をして、早稲田で4年退学みたいにされられながら平和運動した人だったんですけどかなと思いながら、なんかこうおじいちゃんの体はもうないけれども、自分の、動けるレナの体を使って何かしようとしてんのかなとか、それって肉親だけじゃなくて今まで、出会ってきて過去に生きた人たちも、肉親がない人たちは、今の人たちの体を、肉体がない人たちは、この今の足が動く人たちを使って何かしようとしてるのかなって思うことがあって、でそれは何の物語なんだろうって思ったことと、この情報の伝達がなんかすごい面白い、ピンとこなかったんですけど、その情報だけをね、その生存って、情報って生きてるのって、そもそもも思ったり、まあまあ、生かすものが一緒にないとダメ、だからそれをこう捉えるんだよな、生かしながらさらに発展させていくというサイクル、まあ、
然聞こえなくなっちゃった。レナさん、皆さんの声が全然聞こえなくなっちゃったんだけど、もし僕の声が聞こえていたら修復していただきたいと思います。全く聞こえなくなっちゃった。なんでだろう。今、教えていただきたい、ああ、今、アップしましたね。ダウンしてたみたいです。聞こえなかった時期がありまして、そうですね、ずっと聞こえなかった。から、はい、来なかったみたいで、すみませんでした。今、復活しました。はい。はい、先生、ちょっと単純な質問してもいいですか？すみません。佐藤さん、後にしましょう。今。あ、後で、じゃあ今、話を。はい。はい。はい。あ、そうですね。ちょっとご覧いただいている方には話が飛んでしまって、通じてなかったかもわからないんですけれども、先生のおっしゃってるお話の中で情報を生存させていくというお話がありまして、そもそも情報というのが生命なのか、そう、生命というか生きているのっていう話があったんですが、脳の世界の中でその死者を、まあ、登場させて、その人が自分語りをする、そのことによってその人の情報という、世阿弥から数えますと、600年以上にわたって、情報が生存しているということになるわけですね。で、これはその、しかもですね、足利義満という、室町幕府の三代将軍から、この武家の式学という形というかですね、なってですね、その武士が死と隣り合わせている中で、自分も必ずや死ぬっていう、その、まあ、誰しもが、まあ、誰しも死ぬわけですが、その中でも特に死にやすいというかですね、死ぬ職業ということなんですけれども、その方たちが、死ぬんだけれども自分の、まあ、足跡ないしはその物語を、伝えていってほしいという願望もその脳を愛好した目的の、理由にもなっていたと思うんですね。でそうなるとこの脳という仕組みがですね、ある種その情報を生存させるという先生のおっしゃってる、もののなんか原始的な形でもあったのかなっていうふうにちょっと感じました。これ興味深いですね。今日脳の演舞も予定してたというか、ここでどこかタイミングがあったら奉納舞をしていただくっていう感じもあるんでしたっけ？この世界観の中から飛び出てきてしまったというか、それでこの話もちょっと通ずるところあるかと思うんですけれども、この作品の中でですね、もともとは AI が作り出した、画像生成ソフトで、うん、まあ、作ったわけですけども、それっていうのは、まあ、情報空間にある、まずデジタルの存在だった。で今私たちがいるこの現実世界というのはちょっとこう隔たった世界ですよね、うん、ある意味においては死後の世界と現実世界ぐらい隔たっている、その死後の世界のようなその全能空間から出てきた、物質化した、このキャンバスに貼り込まれたこの作品に、また作品、人間が手を加えてさらなるその物質化を加えるというような形であったり、あるいはその作品を見て、こちらにあるのがその地獄の門なんですけれども、その前に立っていただくと自分がその地獄の門に、こう入り込んだような、錯覚を得ていただいたり、あるいは、そこに登場する人物のような、ここに書かれている侍、侍と入力するとなぜか赤いキャラクターがたくさん出てくるんですけれども、まあ、これは打ち込み方にもよるかもしれませんが、なぜかその AI の世界の中で、ミートジャーニーという、AI の中では侍は赤いっていう認識があるのかもわからない、まあ、入力によると思うんですが、で私も自分でこの赤い衣装を身にまとってですね、今日登場した死体なんですけれども、この現実の世界とデジタルの世界を行き来する、ある種のその脳の世界の視点のような働きを私がここで、演じてみるというのも、このアートの表現の一つの形として、考えている次第でございます。
じゃあ今演舞しますか。せっかくですし、先生にも見ていただいたりして、はい、今若者たちに見せられなかった、はい、残念だったね、帰っちゃったかな、もう一回聞いてみようか。いやでも先生これ本当興味深いお話で、いやこれもっと本当にあの理解してみたいとワクワクしました。うん、ちょっとあれですね、今後ともなんかこの話は僕も発展させていきたいし、みんなで考えたいことだと思っているので、ちょっとこの生命革命というキーワードをうまく利用してですね。はい、先生、今、この間にちょっと簡単な質問として。さこさん、ごめんなさい。今ね、若者たちが、さこさん、若者たちがここで帰っちゃうんで、なんか学生さんたちに、せっかくなんでお見せしたいんですよね。あ、それはどうぞどうぞ。なので、またちょっと後にさせていただいて、まずはちょっと、はい。ではですね、ここですか。これをどかして、ずずずっと行って、これ引っ張っていただいて、で、私、なんか絵描いて。これちょっと引っ張ってかな。で、杉浦さんのちょっと経済新聞さんで、なんかこのシーンを撮っていただけたらなーなんて、はい、先生も一緒に写ったりして、はいはい、どこか、どこで、先生も書きますか書くの難しいかな、どうですか書くのはちょっと怖いですよね。書くの怖いですか、なんか今日の、この辺にこの辺白をつけるだけだったら、先生もアーティストとして、白をつけていただきますか。じゃあ、白出るかな、真っ白で赤ってるけど、黒いところに黒つけるんじゃない、なんかこれ、ハトをもう一匹描いていただいて。でもなんか先生のあのひまわりってなんかどんなイメージなんですか。なんかひまわりの絵描いてあったじゃないですか。あれはでもあれデジタルな素材から作った。なんかデジタルな素材を、あれってどんなイメージですか。こっちが地獄のもので、こっちが楽園なんですよ。で、楽園でこれから地獄の門に入りながら、生命のあらゆる生命からこう祈りと、千手観音みたいな弁財天と希望の剣を書こうと思って、だから先生の今まで小学生に書いたらどうかと思ったら、はい、書いますかよろしければどうですか。なんかじゃあせっかくお越しいただいたから、でせっかく何か一枚の写真ですよね。なので先生もアーティストとして、じゃあ歯とかつぶっていっぱい込めるか、先生こちら白の絵の具で、はい、テーブル革命に挑んでいただけたら、で私は弁財天なんで、何かここに乗っている侍でも描くか、行きましょうか。で、音楽なんか必要ですか？大丈夫ですか？星を流す？あるよ、ここに。MP で Apple Music なんかも入ってるのかな？ここにあって入ってるはず。では、これだ、これですね。じゃあ、合ってます？違うな、これじゃないよ。これじゃない、これだ。
また音声が飛んでます。素晴らしい。を、生存させる本当とか侍っていうのが大変優れているんじゃないかと思うんですよ。
で、なぜかというと、私、サムライ映画撮ってて、昨日も撮ってて、で、なんか日本中から新しく見つかった良い刀を撮ってほしいとかいうご依頼をいただいて、で、あの伝統芸能として今、あ、来たかな、あの、このサムライ文化で、もう息も絶え絶えなんですよ。拾ってほしいっていうか、表に出して、昨日は日本に唯一の3つしかない刀剣博物館で土方歳三の本当の刀が見つかって、で、松山監督取ってくださいなんて感じだっちで、所有者さんから連絡来て、はい、継続させていくのは結構大事だというふうに思いますし、前なんだっけかな、あの鳥取じゃなくて島根に行った時に玉鋼のとか見に行きましたけど、はいはい、そうやっぱあれですよね、なんかそことかもまあ多分もうなんか日本の中でそんな何箇所しかないみたいな話をお聞きしましたけれども、やっぱりね、なくそこがなくなっちゃうと、まあ、ある意味世界というか宇宙の中からなくなっちゃうわけですから、だからやっぱりそのだ、活動としてこうなんかやってくる、だからまあ生存って言ったら情報の保存とか伝達って言わないで生存って言ってるのはそこが結構大事だと思っていて、はい、まあ、生かしながらこうやっぱ伝えていかないと意味がないというところを思っているので、うん、まあ、情報の、まあ、保存じゃなくて生存というふうにが大事だと思います。うん、日本は日本酒も、酵母菌の微生物量が多かったりとか、情報の解像度っていうのが非常な、子どもたち大丈夫ですか、そろそろなんか質問とかも大丈夫ですか、なんかせっかく質問あればせっかくもし あります、あ、でもちょっと学生さんを優先してですね、次世代優先で、もし何か感想とかどうですか、聞きたいこととか、うん、ありがとうございます。何か質問とかあれば大丈夫ですか、デジタル生命体は、あれですね、我々、こう、あれじゃないですか、普通、こう、クラウド上とかで、ソフトなものというか、を考えがちですけれども、やっぱり背景には必ず、まあ、Google にサーバーがあったりして、何か物理的なものが必要なわけですよね。うん、だから、デジタルの場合は、実は、見ないじゃないですか。で、それについては、まあ、ちょっと先ほどお話した人工知能学会の、基調講演で話したんですけれども、半導体工場ぐらいのサイズじゃないとコピーできない。半導体の工場はたまにですよね。この建物全体より大きいぐらい。で、ただ、それなんか一見不自然に思うかもしれないんですけども、生命は多分過酷な環境に対応するために毎回すごい大きくなってる。だから真核生物から、原核生物から真核生物が10の4乗ぐらい大きくなって、で、真核生物から多細胞生物の、だから今の我々が10の10倍ぐらい大きくなると、まあ、この建物ぐらいになっても別に不思議じゃない。だから宇宙に出ていけば面白いな、このぐらい大きくっても多分まあ大丈夫じゃないですか、まあ、宇宙ステーションこのぐらいがそのまま1個の個体だと思ってコピーすれば、だから多分デジタル生命体は多分あれですね、本体は多分そのぐらいでかくなる可能性があるんじゃないかなというふうにちょっと思います。それは最初は多分我々がやるんです。我々だからそのために我々がいるわけです。あ、だからまあそうそう、だからまあ出来上がってしまえば、まあ別に人間の関与するところもあるかもしれませんけど、まあ関与がなくても自己再生、まあ、設計して新しいものを作るということは多分できるレベルに到達ということになる。素晴らしい。
かですか？どうですか？大人の方も。はい、もちろん。はい。脳の方は AI で、うん、であの体基本は筋肉なんですけども、筋肉は意外と分かってる人は少なくて収縮しかできない。結局それはなぜかというと重力の影響で、多分アインシュタインとかの量子力学ね、だけども結局変わらないのは G の方は昔とあまり変わらない。そうすると我々が考えられるっていうのは自分の、その寿命の範囲内 で僕はだからそういう意味では高齢者こそいろんな人生を知ってるから、それは若い人は高齢者に自分の人生とはどういうものかを聞きなさい。それでその科学的に済んだらやっぱりあの記録をいい記録をちゃんとで今的なものはあの加工しちゃうから、オリジナルな画像と加工したものと区別しなくちゃ、あれと同じようにあのお金と同じように、ね、印刷の透かしとかなんか入ってる、番号とか、そういうところを今つまり加工したものなのかオリジナルなものなのか、それを区別できるようなで今それを考えようとも考える、昔の方のあれと戦争の時の暗号と同じように、でもこの今のあれでいくとあのコンピューター容量とかスピードとかどんどん増しますから、あの全部のあれを調べれば回答は出ちゃうんですけども、それを超えたもの、常にアットランダムなものを作って、いわゆるあれと同じです、仮想通貨と同じような感じで、それは加工したものとオリジナルのものかというのを別するものなどいないか。もう一つはあのアバター、アバターは体の方は作れるんです。だからもうあの今信号でね、その自分の同じものは作れるとか、今のやっぱり何度も同じように成長戦略、やっぱり国が稼いでくれないとあの一人一人の人生成り立たないんで、それこそあの僕はメディカルの方なんで基礎医学をそこに投資してその将来に、ね、で今のあれでいくとアバターみたいに作ればあの生産性っていうのはその数だけできるわけですから、もう科学技術で稼いで、でやっぱり一番必要なのは理想的な教育環境です。最終的にはね、平等で一番近いのはスタートのラインの平等ですから、そうするとあのいつでもどこでも誰でも何度でも必要とする教育が受けられるっていうのが一番の、その将来のあれにつながるかなと思うんですよね。だからそれが今も偏差値とかなんかで、じゃあちょっと質問をちょっと短めに、うん、なんかご意見を賜ったわけなんですけど、どう答えていいかということで、うん、どうしましたか。じゃあ戻しましょうか。なんか寿命があるから、うん、そんな先のことはかあの考えなくていい、うん、から光より闇の方が多いんで、うん、光のところ理想的な自分が生きている生存している範囲内で考えるに限定して、うん、それ理想とは何かっていうことを考えた方が、その方が正解を得られます。なんか、答えとして、自分の寿命の範囲内のことを、まあ、最善を尽くすというか、その先のことは、まあ、置いておいてというか、いうような考え方でしょうかね。やっぱちょっと参考になるかどうかわからないし、横道にそれたら申し訳ないんですけど、うちの父の話していいですか。うちの父がですね、実は首から下がもう1ミリも、実はあの大学の先生やってまして、まだ今年も続いて、お医者さんで論文
書くんです。で、英文の論文書いて、今、院長先生しながら、英字国際会議とか出て、ホーキング博士みたいになってるんですよ。ただ、5人ぐらいね。いや20人ぐらいだからそういった状況、鉱山医学とこうあと、介護と AI ロボットとかいうジャンルで論文書いててやってるんですけど、なんかそういう生命の維持の仕方、あ、皆さんありがとうございました、ありがとうございました、あ、戻ってこられる、ありがとうございます。なんかそういう父の姿見てて、なんか体が動かなくてもこういう組織の在り方とか生存の仕方ってありなんだなと思ったりして、なんかむしろ人工知能みたいって。そうです、もうほとんど人工知能ですよね。だからこの松井先生のお父さんの能力のある人工知能があれば、まああれですよね、社会にとってはもうそれだけ価値があるってことですね。なのでなんかこう人工知能と人間社会が作る新しい社会のあり方のヒントがそこにあるような気もしましたけど、まあそれは非常にそう思いますね、やっぱりね。まあもちろん人工知能でもそのロボットみたいなものもあるんですけれども、やっぱり一番、まあ、人間と差がつきやすいのは、やっぱりそういうふうに何か、まあ、考えたり、思考したりするところだと思うので、まあ、そういうところのだけを、まあ、なんていうか、突出してる人がいらっしゃることが、やっぱり、まあ、みんなの役に立ってるというか、まあ、実際論文書いてるから、そういうふうなことっていうことが、まあ、より積み重なっていくっていうところに、まあ、人工知能が、まあ、貢献できていくと、まあ、人工知能がより今以上に、まあ、なんかまあ、社会の大事なところに対して影響を与えているというか、貢献できるということじゃないかなという。なるほど。原さんも何かせっかくコンセプトから考えたりして、先生とディスカッションしたいこととかありますか？岡本さんも最初からいていただいて、もしありましたら。ちょっとあと、なんかこう、私からいくつか。提案、お話ももう少し深めてもいいですか？いつも思っていることの一つは、私は MacBook も使ってるし、iPhone も使ってるんですけど、あと、柴崎さん、カメラの向きを、これが撮れてないかもしれないんで、変えていただけませんか？どなたか。はい、なんだったかな？撮れてたらいいですけど、何かというと、いつも監視されてる気がしてたんですよ。で、これはデータ取られてるなって感じずっとしてて。まあ、それはありますよね。で、Siri っているじゃないですか。Siri は毎日私たちが何を見てて、何を Amazon で買ってて、何を喋ってて、みたいなことがサーバー上で、管理されて、データが蓄積されてると。で、その先、誰が監視してるのって、アメリカ政府なのみたいな。でもなんかひょっとしてその先に何かもっと違う生命体みたいなものがいて、その人が私たちを監視してるのかしらっていう感覚がありまして、どこからその感覚を覚えたかっていうと、イラク戦争の時イラクに行って、で衛星の端末持ってたんですよね。でそれが監視されてたっていう、まあ自衛隊に具体的には監視されたこともあって、あとどこに GPI があるって、でこれ逃げようがないなみたいな、なんかいう感覚あって、今ここの星にいる以上完全な自由みたいなものとかないんで、その中でこうどう生きていくのかっていうのを模索するという感じなんですけど、どこかで見てるなら見返してやるかっていう感覚を持ったんですよ。で私は、見られてるだけの監視対象者ではなくて、本日生まれている芸術家なのだから、このどのようにこの生命体がプログラムをして、このえ膨大な知識、誰が何時何を食べて、誰に恋愛ラブレター書いて、そう言ってたりとか炎上したりとか、魂が汚れてる感覚もある。でもなんかそうさせるかみたいな、何か命の大切さみたいなこと、そういったなんかこう AI に対しての宣戦布告みたいな感じを
あの2003年ぐらいから感覚として持ってました。でその中で、あの今まさにこのやり取りが宣戦布告だったのが、なんかこう共同歩調になってきた気もしてて、先生がおっしゃってる情報が常に透明にシェアされる世界になった時に、じゃあ人間って誰かにものすごい執着されたりすることによって、あ、お母さんに愛されて平等に同じ情報を与えられた時に、誰かが AI に愛を教えるとかいうことをしなきゃいけないんじゃないっていう感じがしてて、私それをやりたいんですけれども、なかなかそれは面白い。先生たちの人工知能の中で、愛を教えられないでしょうか。まあ、なんとなかったですけれども、はい、あのよくあれですよね、まあ、神経科学とかの方とかで出てくる話は、オキシトシンとかって、なんかあれ母親になると増える。ホルモンがあって、はい、でそれ、はい、だけどあの、まあ、なんていうか、それでだからいい面と悪い面があって、特定のことを守るために、ま、周りの人を軽視するっていう、はい、ことをやるんで、だからまあ守られてる人にとってはすごく嬉しい、はい、でもそれ以外の人を差別するっていうか、まあ、区別するっていうことが多いので、うん、あの両面なんですよね、うん、でもやっぱり人間は少なくともお前だけに言っとくのとか言うとちょっと嬉しいわ。うん。理解してほしいって言って、はい、で、それは僕の今日の話とはちょっと関係していて、はい、あの、まあ、あの結局だから、人間がだから生存するために、ずっと承認されてないと、どっかで食べ物なくなっちゃったりすると困る。だけど、そもそも子供も、別にあの、しばらくあのお母さんいなくても、僕はしばらく冬眠してるからって、で、OK なら、まあ、そこまで頑張って、なんか、あなただけって言われなくても、いや、だからその間は寝てるからいいですって、なれると、ちょっと考え方変わってくる。家事負担も減りますね。女性のなんか社会活動もしやすくなるかもしれないけど。だからそういうのが、だから今の人、今のちょっと価値観から見ると、ちょっと変なんですけど、うん、ただ、みんながみんながそういうふうに、常に頑張らないといけない状態は、先ほど言ったあの結局指数関数的なものの取り合いも、まあ、ある意味元になってる。だからまあ、あんまりみんなが頑張らなくても済むというか、常にみんなが頑張ってなくてもいいような状態が許容できるというか、それが別に普通だよねっていう。ユニバーサルベーシックインカムもそんな概念に近いところがあります、ね。うん、人工知能によって多くの仕事が、なくなるから、その代わりにベーシックインカムもらいながら、生存は、生存にギリギリな、生存できる食べ物とか場所とか、あのそういったことは、担保されて、その上でじゃあ何するのっていうことなんですけど。ただそうなんですよ。人間はどうしてもそのなんか生きてる間はなんかあれじゃないですか。なんかギリギリで生きてても あんまり少なくても楽しくないです。はい。そこはやっぱりなんていうか、多分人間はやっぱりこうどん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 自分の組織が拡大していく方がなんか楽しいし。はい。だからそこは多分だから我々が多分刷り込まれて作られてる。だから我々は指数関数的複製をすることにチューニングされてる生き物なので、そのことに喜びを感じるようになってる。だけど みんながそれを追求していくと、先ほど言ったようにどんどんどっかでぶつかるので、うん、多分そこの価値観自体がなんかだからなんか多様でありつつも、なんかみんながみんななんかやたらめったら増やしたがらないという、わびさびです。そこにわびさびの感覚で、私その最初にそう皆さんが来られる前に最初にお伝えして、今後やっていきたいことの一つがミッドジャーニー、日本版みたいな、うん、で日本のジャポニズム、アートやアートだけではなくて日本 の哲学展とか、うん、日本刀の精神性とか、うん、何かこう樽を知るとか、うん、だからね、そうですね、だから人口問題は一番結構そういう意味ではクリティカルというか重要な問題で、はい、資本主義は
と増えるときじゃないと楽しくない。そうです。成長より良い車乗って、になって、回るっていう仕組みになってて、はい、で、なんか減ると人口ボーナスがオーナスになって、なんかあれですよね、あの経済発展しなくてっていうことになってしまう。で、まあ、そこはなんかあんま経済学者じゃないでよくわかんないんですけど、はい、いや日本とかこう少子高齢化になるじゃないですか。少子高齢化になるんだけど、みんな幸せっていう状態を、まあ、作れれば、人数減ってるんだけど、みんな幸せですよねっていうのが作れると結構いいモデルになる。なんか量ではなく質だと思うんですよね。なんかたくさんのお金を持ってたり、たくさんの、この、まあ、多くのものを持っているから幸せではなくて、研ぎ澄まされたとても唯一の素晴らしい時間をあなたと過ごせましたねって、うん、少人数でも、うん、そういった感覚でみんな生きていくと良いような、うん、でこれ岡倉天心が世界でブックオブティーを書いた時に、うん、実際はなんかお金なくて物がなかったらしいんですけど、うん、なんか花を生けてみてこの間がいいんだみたいなことを言う。あ、だから多分それがすごい結構大事。はい、だからそのあるもので楽しめる、うん、こととか、うん、だからそういうのが多分あれですよね。多分あのかなりの国の人たちは共有されてないと思うんですよ。はい、島国ならではの限られた資源の中で、はい、こう生きていく、でそれ自身にまあなんていうか、まあ、日々の楽しみが感じられるというかですね。なんかまあなんかなんかいややっぱ橋がでかいのが一番世界一だとかって自慢する大きさをね大きさとか高さそうリポートをこう増やす方向にしか行かないので、はい、こっちじゃない文化をやっぱり広めていくっていうのはちょっと日本としては貢献できる可能性あります、ね、それ私今日それを先生を口説こうと思って、うん、なんか口説かないのか今日もそう思ってきてしまったんですけど、ね、はい、考え方をまあ、あの世界から見たらすごい逆に、まあ、マイノリティになるのかなとは思うんですけど、でも今の状態をこう覆していくにはやっぱそこは伸ばしていくってこと、世界にむしろそっちを発信していくってことですよ。それもやってみたい。日本はやっぱ経済発展してなくって、私一方でベーシックインカム学会とか作って経済学の先生方と対話をする機会もあるわけなんですけど、うん、まあ、給料は増えない、ロストジェネレーションはあのこう行く先のない行方のない、中高年が増えていってて、で伝統芸能は衰退して、これまずいよねって、で円安じゃないですか、なんかこう一方でこう絶滅危惧種日本人になりかけてるわけですよ。でもここでピンチはチャンスで、じゃあ我々がその世界の中で、存続をする、このままだと日本語というランゲージそのものも消失するような気するんですよ。でもそうさせたくない時になんかこうでも怒りでいくんじゃなくて、いやすごく研ぎ澄まされたわびさびの文化もあって、こう量ではない質を楽しむとても高度な感覚があるんですよっていうことを、うん、あの日本から発信してきた、まあ、だからそれがなんか美みたいな、うん、美という、まあ、だからまあまあ日本はまあまあ今でもアニメとかいろいろこう発信してるわけじゃないですか。だからまあそう、はい、そういう感じで、はい、なんかまあ周りの世界をまあなんかちょっと洗脳つな言い方が良くないかもしれないですけども、なんかこう影響を与えて、はい、まあそのなんか持続可能な文化にシフトチェンジするような価値変換を起こすようなものをうまく発信できることが多分、まあ、この役割大きいですね。持続可能な、だから、まあ、僕の今日の生命レボリューションもそうですけれども、はい、やっぱりそのなんていうか、みんなで資源を取り合うっていうことを追求して、だから世界中だから人数が別に人口はまあそこそこ減ってもいいわけですよね。はい、そこそこ減ってもいいんだけど、減りながらみんななんか幸せにっていかないで、うん、いやだから人類は基本的にまあ多すぎるんで、地球規模から見ると、うん、基本的にはだけど、うん、だけど人間同士の戦いは人数が多いのが得なので、そう、あ、うん、原さん、そういうのを見て、ある意味、自分の意識が変わって、それが自分の意識の意識になって、っていう世界観から言うと、
あ、そうそうそうなんですよね。なんだっけ、人間は、まあ、人間だけじゃないんですけども、まあ社会的になるところも結構なんかある種の楽しみがあるじゃないですか。ある種の楽しみが快感があるじゃないですか。でなんか確か戦争学者のロジカル・ギオワとかが結構そういうことを言っていて、はい、あちょっとそのキーワードは覚えてないですけど、まあ戦いの中になんかこう、うん、祭りのような快感。まあ、なんていうか人間はだからこうあれですよ、頑張ってこう貯めてるのと、そういう両方があるらしいということはやっぱり言われていて、でも多分こういう能力、こういう精神性が多分あれですよね、戦いの時とかには有利だったので、多分そういうものを持ってる人間が、あそうです。で実は僕はだから先ほど言ったように全能アーキテクチャって言って脳型 AI ってやってるんですけども、まあ、常に引き込まれるというか指摘されるのが人間 その精神っていうかメンタリティは基本的にあれじゃないですか、まあ、サバンナ原則ってよく言われてますけど、まあ、我々があれですよね、の草原の中で動物たちとこう戦ってた時代の精神性が結構強いので、まあ、それをそのまま、あれですね、文化現代的なその文明社会に持ち込むと、まあ、うまくいかないことが多い、犯罪的になることが多いので、まあ、それを抑制するために、まあ、ある程度、まあ、我々自身も自己家畜化してるかって言われてるんですけれども、まあ、とはいえ、やっぱりもともと持ってるそういう攻撃性とか、まあ、やっぱりその発散したい気持ちとか、いろいろなものがあって、でそれは、脳型 AI を作るときに、それをそのまま脳型 AI に入れるのは良くないという意見も結構あってです、ね、だから、その少なくとも脳型の AI を作るときには、そういうものを理解できるシステムが作らない。まあ、人間はそういうシステムをかなり持っているので、AI 側は人のそういう気持ちを分かるように作る必要があるけど、AI 自身がその気持ちをそのまま利用して駆動されるのはちょっと違う。かもしれないというので、まあ、そこはだから我々としては技術開発はするけれども、そのまま使うかどうかは多分そのまま使わないという多分、うん、ちょっと話がずれてるかもしれないですけど、まあ、そういう話です。うん。ちょっといいか、いいかなと思って。
でも、イスラエルの政策とか、そっちは間違いなくなって、だから、すごい、素敵な活動としては、素晴らしい人だと思うんですよね。で、その前に、出会いのところに、やっぱり今、何十人の魚にと、ディープラーニングというか、今、知識量が負けるし、スピードも負けるし、多様に正確にやるということも、ということは、ディープラーニングと自然投資にしちゃうので、そしたらそれを心配したら気がない。気がないの。先ほど言ったように、アイとか、やっぱり信仰とかね、宗教の、その時に原さんが言ってるのは、もう何百年、遺伝子がすごく変わったな。その人たちが今言ったとしても、その環境を与えれば同じような、全然進歩しない。結局、そういうものの乗り物の、遺伝子的な、そういうとこを自分に持てば、あらゆるものは全部取り付けられる。それも確かなことだね。ただ言えるのは、生きている限り脳を使ってもで、その食材がスペースが必要で、それは、共有する。子供の世界ではいかに、一期一会じゃない、共産していられる。というのは、リアルワールドでは、必ず脳を小さくできるということになっても、今の医療の進化はまだ再生医療もまだ始まってなかった。いいことは確実です。現実が、だって今もって医療崩壊を起こして、救急車を呼んでる最中にドクターが見て、こういうのが必要だと入院できない。まさに医療崩壊が見つけていかない。では、センターコストが増えていたとは、昔の日本と同じで、ここに見られた情報で構成されているところでは、じゃあ、ここで締めましょうか。じゃあ、横浜経済新聞の杉浦さんから、なんかこう、記事にしていただきたい質問がございましたら、それでまとめましょう。はい。はい。大学参与です。20年ぐらいの付き合い。ですよね。はい。まあ、今回、その脳を全体の、はい、この企画っていうのは、はい、あれです、初めて。いや、20年前に、実は桃井のゲリラで。その時が最初で、はい、20年。ちょっと記事でね、反戦でも見てるけど、多分、十何年かやってるんですね。最近だと、20年ぶりに横浜で、脳を。きっかけとしては自分の方からオファーしたんですか、はい、そうじゃなくて、誰かの声で。とにかく、私は25年芸術家やって、出演できるところだったら何でもいいかと思って、あとあの時期は平田さんが、ピンクのリップでレモンの時に言われたらいろんなところに行ってた。そのうちの一つが脳を横浜線で、なんかシンポジウムを荒らしたらしいんですけど、20年ぶりに今日お声掛けいただいて、なんか私はなんか大切なことだから参加してみようかなと思っていました。で、今までの戦争は、例えばこの、例えばあの時はイラク戦争の時は切り替わったみたいな感じのスタンスで私はいまして、イラクの戦場で絵描いたりしてきたんですよ。でただ今、ロシアとウクライナの戦争が始まって、ロシア政府と今、平和を作っていて、一方でウクライナには友人がいて、どちらが正しいみたいなところにロジックで入っていくと、なんか、その中のどちら側を負けても勝っても、お金が儲かったりする仕組みがあるということも分かってきたし、ただどちらを糾弾するみたいな立場は、もうなんか、取りにくいところもあるし、この映画公開するまでもう数回朝行かなきゃいけないんで、そういうのあるし、あと、なんかこの人工知能、VS 人間になるのか、人工知能
あんな人間でピースを作る。人工知能 VS 人間のを、もしくは人工知能&人間のピース、うん、という、なんか、私たちの目の前に2つの道があるんじゃないかなっていう気がしてて、で、その、戦うということをしない、どちらかの、国に行きなさいよっていう。2つを選ばされるようなものではない結論を今回この展覧会でアーティストとして提唱していきたいなと思って、そんな話を思いました。よく救いの女神みたいなものを今書いてるんですけど、まあ、ちょっと一つだけ説明させていただくと、はい、まあ先ほど言ったように、まあ、核技術とかナノ技術とか場合あるんですけども、はい、人工知能以外の技術は基本的に、まあ、人間にとっては道具なんです。はい、人工知能だけは、まあ、使い方によっては結構先ほど言った自律性とかなので、パートナーだからやっぱ他の技術とはちょっとかなり違うポジションに行くんで、だからこそうまく共存するという、まあ、可能性というのが間違いない。でだからやはり今言われたように、単に人工知能と、多分単に人工知能と戦う向こうのものとかどういうふうに強いの口目ないよ。それは多分、それはないんですね。だからやっぱりどう共存するかというと、はい、まあ、作っていくかというところに、まあ、目を向けていくっていうのは、あれなんていうふうに思いますね。まあまあ、補足ですけど、はい。そんなことを言って惹かれてしまうかもしれないんですけど、最初に言った方がいいと思うんで、私母乳を飛ばしてたんですよ、いらなかったそういう方でもね、100、200カ所ぐらいで世界中で母乳を飛ばして、で猫と いろんな国で母乳を飛ばしてたら、ボーダーで。で、あとなんか猫におっぱいあげて、まず人間と猫飼って、夏活動して、マンマーっていうこの言葉が似てるんですよ。これ、インドでもイラクでも大体このマンマーっていうあーの音で、なんか甘えるような感じで、大体似てると。ミミズの周波数がいまいちまだ愛せてないかもしれない。だから私、次の挑戦として、人種いけたと。で、こう、哺乳類も猫までいけたと。次は、やっぱこう、その知的生命体の AI とかと、うん、やっぱ愛っていう、うん、なんかところが。ああ、じゃあ、母乳を作る AI を作れば。え、そうなんですか？なんか、石黒先生、だいぶ近いところに。だいぶ。なんか、私、ここに行きましたか。やっぱりボーダーを超えていくのがアーティストとして楽しいから、そこってなんか誰も超えてないあるんですか。なのでちょっとその愛を作る人、私のような壊れた人間でいいかっていうのあるんですけど、次はその人工知能となんか愛の生命体として宇宙に行きたいなって。接触する感じが大事ですね。今まで でもどうやら私あまり存じ上げないにこう合体してすごいことになってるっていう。はい、あるんですか。なんでしょうね。
もう購入してるんだから、この人の好みのタイプっていうのは、リアルな人間を持ってる機能は、もう肉体が劣化していても、それってなんだ、あ、でもそろそろ。ね、っていうの、うん、この概念ということと、あの脳の世界、あるものかなっていうのが思って、その情報を生存させていく、手段の一つに、この芸術があったのではないかっていうふうな、一つの結論が私の中では得られること、得ることができました。ありがとうございました。そうですね、だからあと私としては、だからまあ、今日お伝えした、そのですね、情報生存させるための、まあ、生命革命を、まあ、皆さん芸術の方、芸術家の方とかのアイデア、まあ、いろいろな方の宗教家の方とか、いろんな人のアイデアを振って、まあ、つなげて、まあ、日本の文化とかもつなげてですね、まあ、世界に発信できる、そのなんというか、生命が、まあ、生存していくための、うん、道筋っていうのをまあ考えられるでいければいいなというふうに思う。というところで、まあ、大体私のまとめなんですけれども。うん、はい、ありがとうございます。本当に、理解するのはちょっとね、難しいぐらいのね、あの内容というか、最初資料を読んだだけではなかなか難しかったんですけど、ちょっと誤解したような感じだったんですけども、実際にお話聞いてみると、そういうことなんだっていうのが、そういう結論というか目標というかそれもあり得るのかっていうすごいなんか転換が今日の話の中でもすごい転換があったように感じました。またちょっと復習してみて、今後もお話もうあのあ5分も もうなっちゃうなら、あと5分なんですけど、終わらなくて申し訳ないんですけど、その知的生命体や AI が、うん、時空間を超える能力を持ってるかもっていう。あ、そうですね。この話は確かに今日しなかったんですけど。あれ、ちょっとだけでも教えていただけますか。ですね、まあ、少し、その、まあ、いくつかあるんですけれども、まあ、一つはですね、我々は今、こう、あれじゃないですか、同じ時間で生きてるっていう前提にいるじゃないですか。はい。だけど、まあ、相対性理論で知られているように、加速、光に近づくと、時間の進むスピード変わるんです。速くなるんですか？こっちから見ると遅くなる。へー。だから、まあ、未来に行っちゃうわけです。だから、まだちょっと現実的に難しいんですけども、本当に、光に近づく速度で移動できるようになってくると、そこに乗ってる人たちは、な生きてる間にどん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 僕らが1年20年経ってる間に向こうは1年しかなるじゃん。だから、そうなってくるとそういうふうに自分の、まあ、子供かなんかを、まあ、より遠くの未来に送り込んじゃうってことになったりすれば、 あんまりあれですね、今の世界を、まあ、なんか乱さない方がいいというかですね、こういう方向にみんなにインセンティブが働くんじゃ。未来の時間が光の時間なんですか？未来にだから早く行っちゃうわけです、ね。早く行っちゃうっていうのはだから自分が生きてる間に地球で言えばまあ100年後に行っちゃうと。だから普段だからまあ元々本当は物理学的には同じ時間で進んでるっていうのはまあ。まあ、宇宙日本でも世界でも全部で同じ時間に進んでるっていうのが一般的な感覚なんですけど、うん、まあ、それは本当は正しくなくて、うん、実は飛行機も飛んでて地球一周してくると 0.00 何秒かは時間が進み方が違う。重力が弱いから。そう、時間が遅い。そうそうそう、上の方が早い。上の方が早い。じゃあ宇宙空間が一番早くて地球もちょっと重力があるからちょっと遅い。で太陽の近くにもっと遅くなって、ブラックホールの近くにものすごい遅くなる。だから、ブラックホールの近くにもしも宇宙船があって、そこで過ごしてると、地球に帰ってくると若いんです。あ、そういった、その時間の感覚のズレが宇宙空間の中にあるんですね。うん、そうであって、だからそれを、だからより高速な宇宙船とかを作ると、それをもっともう大幅に起きる。だからなんか、それができちゃうと、だから同じ時間を生きてるっていう
世界観じゃなくなるわけです。だから誰かはもっと未来に行っちゃう。うん。同じこの場所にいてもですか？いや、同じ場所とかビャーって加速してるから同じ場所にはいないんですけれども。あ、そうか。うん。地球をぐる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 回ってる場合は、うん、定期的に同じ場所にい、そうそういるから、だから地上の人と上の人でこうズレが溜まってくるわけですけども、だからブラックホールの近くかなんかでビューって回ってくるとものすごい時間が、こっちから見ると20年経ってんだけど向こうはなんか3日しか経ってない。じゃあそのあの AI もそれをできるっていうか、あだから AI の方が重力に強いので、あだから今でも戦闘機とかであれじゃないですか、あのなんであれですよね、あの人の乗ってる戦闘機が負け始めるかっていうのは、だって戦闘機だって 5G とかかかっても人間だったらゲロ吐くようなところでもこうやって割れちゃうからなっちゃうわけですから、ちょっと重力に強くすれば多分なんかわかんないけど 100G ぐらいに耐えられるような、ああってブワーって加速すれば、その AI はあれですよね、ものすごい未来に行くわけです。面白い。いや、高速にはまあいけないですけど、高速の 99. 何パーセントに行くって、ああ、そうそう。あ、まあ、当然なんかそこから遅く見えます。終わらない。どうする？あ、だから、まあ、だから AI を未来に送り込む。別に、だから別にあの、そう、だから早く計算するには、だから重力がないところでやった方がいい。うん。だからまあ、だからいずれにしろ、だから、その超高速、あ、高速でいいんですけれども、高速の、まあなんか 90% を超えるぐらいの技術がもしできた場合には、まあ、時間概念というか、だから生きる時間自体が結構こう分散化していくので、今は空間的にしか分散できない。時間的にも住む世界が分かれるっていうことが、まあ、技術的に。不動産屋さんで何々、うん。あなたは 何年後のどこに来ますかみたいな。あるかどうか分かんないけど。住所だけじゃなくて、時間軸も選ばなきゃいけない。戦国時代、まあ、家賃高いとか、いろいろ。平和な時代の、あ、だからまあですよね、だから危ない時代だからビューッと宇宙一周帰ってきて、帰ってきた頃のここら辺すると面白い。そういう意味ではタイムスリップができる。まあそうそう、まあそれでも今の方法だと未来にしか行けないですよね。ここには戻れないです。未来にゆっくりだから自分だけに、まあ、だから効果としては人工冬眠してるのと同じですね。ゆっくり進む。そうそうそう、ゆっくり進むから。それはまあ、あの、まあ、ちょっとまだエネルギー的に問題があって、それをやるためになんか、なんか、あれですよね、水星1個分ぐらいの質量がないとできないとかって。いや、なんか、あの、一応あるんですよ。その、理論的には、なんか、アレクビエレドライブっていうのがあって、なんか、あの、初めて考えたときには、なんか宇宙全部の質量がないとそこまでいかないって言われてたんですけど、最近は木星1個分ぐらいで済むから、だいぶエネルギーが減った。ですが、本気でそういった開発が、まあ、開発はしてないです、まだ理論です。まあ、そう、ちょっと待ってて、木星1個分は本気では開発しないですよね、まずね。本気で開発するには、まあ、せいぜい、まあ、あれですよね、まあ、なんか地球上の電力を使えばいけるぐらいまでいけば、少し本気になるかもしれないですけど、まだちょっと本気になるには、ちょっとエネルギーが大きすぎる。あ、いや、貴重、実は貴重なお話を伺いまして、あ、でも、ちょっと 5時に、ね、なってしまいまして、あの、5時で終了ということで、ちょっと何か写真を撮っていただいて、日本経済新聞じゃなくて、横浜経済新聞さんに、この写真の作品の前で、どっちかで、下に下に下に。どうしたいですか？でも、なんか、3時に行って、早くてよかったかも。これにしたら、こんな感じで、みんなで人工知能と AI、みんなでご案内。こんな感じだと思います。どうですか？はい、まあ、ごめん。じゃあ、私、バイナーさんに。それは、はい、これはこれで。ちょっと、この2つ。どうですか？ね、はい。はい。あ、じゃあ行きます。それじゃあ、最後の機会に見ないんだろうか。
いい感じですか？じゃあ。ありがとうございます。いやいやいや、面白かった。いや、未来にしようかと思いました。ドロッとした過去の今の地球から、もう行かないでね。かかってみて。かかってみて。未来のイメージ。でも問題なんですよ。なんか息が早く寝てる。あの、何かあればイメージは無限なことなんですけど、なんかアップのような何でもでも言うと、ビルって言って、音声なんですけど、そんな映画を撮ってますけども、授業を学びにして、ぜひ、なんかその愛のエネルギーをうまく活用すれば、おそらく人類は、欲しいはずなんじゃないかな。そこは、あなたに言われてても、なるほど。ありがとうございました。ご視聴いただいてありがとうございました。ごめんなさいね。何ですか？